応急巡洋戦艦は、ドイツ海軍が、Z 計画に基づき計画した巡洋戦艦の艦級である。ドイツ海軍は、本級を3隻建造する計画であったが、実現には至らなかった。ドイツ海軍は、本級とは別に、収益時に、ポケット戦艦と呼称されて、列強海軍から脅威とされてきた、ドイッチュラント級を配備していた。 しかし早くも1930年代において、列強諸国がドイッチュラント級より高速かつ強火力を持つ対抗艦を続々と整備し始めると、ドイツ艦隊の力量不足は明らかとなってきた。このため、海軍内部からはドイッチュラント級をより、A、防御化した上で、従順洋艦並みの高速能力を持つ新型装甲艦を整備しようとする意見が上がった。 ここで、同じ頃、ドイツ海軍が、Z 計画を研究する際に、その建造ドクトリンとなった、作戦構想は、どのようなものであったかを説明する。この構想では、ドイツ海軍は、積数に勝るイギリス艦隊に正面、切手の艦隊決戦は挑まないこととされていた。ドイツ海軍は、まず、積数が多く高速型の装甲艦で、通称破壊戦を挑み、 連合国の通商路を混乱させることを起とした。このドイツ海軍の装甲艦を補足するために敵艦隊は分散する。その分散した小艦隊を大型戦艦が確固撃破するという構想をドイツ海軍は立てていた。このためドイツ海軍は1938年度の Z 計画において遊撃戦に使用する。 新型装甲艦12隻を要求し、歌称として、計画艦にはドイツ語で、装甲艦を意味する、パンツァーシフの頭文字である P の字を取って、P1 級装甲艦という故障を与えた。これが本級である。本級の要求性能は、概要での遊撃作戦において、主敵である条約型重巡洋艦を圧倒できる主砲口径、手法後継。 条約型巡洋艦に撃破されない防御力、そして敵の対抗艦が現れた時に遁走できる高速、高速性能を持つことであった。これをもって1938年4月から本級の設計案が策定されることとなった。この時期にドイツ海軍では D 級装甲艦から発展したシャルンホルスト級戦艦と同じく 28cm3 連装砲塔を3基持つ艦として排水量2万1000トンから3万1000トンまで幅広く設計案を策定していたが最終的に排水量2万3000トンで対8インチ防御を有し 28cm3 連装砲2基を装備する A 案と同排水量同防御力で 38cm 連装砲2基を装備する B 案が 比較検討された。この結果ボン級は将来シャルンホルスト級が38センチメートル連装砲3機に手砲等を乾燥した際撤去して余剰となるであろう1934年型28センチメートル砲を流用できる A 案を採用したクラスは P 級装甲艦となった。しかし一方で戦艦級の火力を持つ B 案を発展させたのが本級の設計案となった。設計にあたり P 級装甲艦と同等の速力と防御力を持ちつつ模倣力で勝る艦として、主砲を新戦艦ビスマルク級と同型の38センチメートル、連装砲3機を搭載し、原則防御も190ミ、mm、リメートル装甲に強化した艦として、設計を詰められた。しかし、ドイツの技術力では、 線形の大型化は避けられず、速力を維持すべきディーゼル機関に加えて、高速航行用の高温管とギヤードタービン1機、1軸を追加して3軸推進となった。後にこの案は、C 案として燃料タンクの増加や対空砲火の追加を行いながら1939年7月には、 レーダー提督の承認を得て8月に1943年までに3隻の収益を目的として本級の建造を造船所に発注した。しかし、第二次世界大戦の勃発により、本級の建造は1939年9月に中止。資材は陸上兵器に転用された。本級の設計に影響を与えたシャルンホルスト級。 シャルンホルストの写真。本級の基本デザインは同時期に設計されたシャルンホルスト級戦艦にほぼ近いものであった。本級の基本形状は平ら乾板型戦隊である。艦首を前方に向けた強く傾斜させたアトランティックバーを設計段階から導入しており、艦首甲板には強い視野がつき、そこに SKC 34-38センチメートル方を収めた連装砲塔を背負い式配置で2機、2番手砲塔の基部から上部構造物が始まり、環境構造は新戦艦、ビスマルク級に告示した司令塔を組み込んだ箱型の操舵環境である。その後部から頂上部に即居技を配置し、中部に見張り所を持つ戦闘環境が立つ。 ソーダ環境の側面部には、複方の s k c 2 8 9 2 8年型 15cm 速射砲を連装砲塔に収めて一番二番複砲塔を片元一基ずつ配置した。船体中央部に日本煙突が立つが、一番煙突の基部は水蒸気格納庫となっており、水蒸気は中央部甲板上に 守備線方向に対して垂直に埋め込まれた、カタパルトにより左右に出される。水蒸気と関西艇は格納小脇に、片原一機ずつの経営二機配置されたクレーンにより、運用される設計であった。二番煙突を基部として、後部マストが立ち、後部即居技書の後ろに後ろ向きに三番副砲塔一機。 後部乾板上に3番手砲等1機が疑似的な背負い式配置となっていた。原則乾板上には、広角砲の SKC3030.5 センチメートル広角砲が連装砲画で一番煙突の側面と後部即居技等の側面に片元2機ずつの計4機が配置された。この武装配置により、監視方向に 最大で 38cm 方4門 15cm 方4門 10.5cm 方4門が減速方向に、最大で 38cm 方6門 15cm 方4門 10.5cm 方4門が監視方向に、最大で 38cm 方2門 15cm 方2門 10.5cm 方4門が試行できた。 本級にも採用されるはずだったビスマルクの手法と、前述した通りに本級の手法にはビスマルク級と同じ SKC34-38cm 砲を採用するはずであった。この砲は重量段化された重さ 800kg の鉄鋼弾を最大行角30度で 36,520m まで届かせる能力を持っており、不行能力は 行角30度、深く5.5度である。これを連装砲塔に収め、ビスマルク級の4機8門に対して、砲塔1機、少ない3機6門を装備する。砲塔の旋回角度は、守備線方向を0度として、左右145度とされた。主砲身の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、 補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分2.3から3発であった。包囲力では、射程27000メートルで、原則走行304ミリメートル、甲板走行126ミリメートルを、射程22000メートルで、原則走行393ミリメートル、甲板走行104ミリメートルを貫通できる、性能であった。 これは、本級を追撃してくるであろう、イギリス海軍の巡洋戦艦、レナウン級に対し射程2万7千メートルで、原則走行を破ることができ、射程2万2千まで接近にすれば、本艦よりも防御力で勝る、巡洋戦艦、フッドや戦艦、クイーンをエリザベス級やリベンジ級に対しても、原則走行を破る能力を持っていた。本級の複法と同型の現代も残る。 グナイゼナウの 15cm 複方塔本級の複方には、シャルンホルスト級と同じく、s k c 2 8 9 2 8年型 15cm 速射砲を採用して、新設計の連装砲塔に収めて3機を搭載する予定であった。その性能は 45.3kg の砲弾を、初速 875m 毎秒で、 行角35度で22000メートルまで届かせるものであった。砲塔の不行能力は、行角40度、深く10度である。旋回角度は360度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物により制限があった。砲身の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、 補助に人力を必要とした。発射速度は毎分6から8発であった。他に対空用として s k c 3 3 9 3 3年型1 0 5トル広角砲を装備した。 これは1 5 8キログラムの砲弾を行四45度で1万7 7 0 0ル、最大行角80度で1 2 5 0 0ルの高度まで到達させた。旋回と不行の動力は、電動と人力で行われ、左右方向に360度旋回でき、不行は、行角80度、深く10度であった。発射速度は、毎分15から18発だった。 これを連装砲がで4機、合計8門を搭載する予定であった。また、近接対空火器として、SKC301930 年型3 7トル機関砲を、単装砲がで4機4門 SKC381938 年型2トル機関銃を、単装砲がで10機10門を搭載する予定であった。他に、 手法では相手にならない相手のために 53.3cm3 連装魚雷発射管を2機搭載する予定であった。武装は主力戦艦並みの火力を与えられたが、その代償として防御力は低く抑えられて設計された。本級の設計に影響を与えたシャルンホルスト級の原則 350mm。 乾板、95mm、砲百 360mm、200mm、180mm に、対して、本級は、原則走行は、船体中央部のみ 190mm で末端部は 90mm でしかなく、乾板防御は、最上乾板は 30mm で、主乾板が 60mm で一枚板ですらない。主砲塔前 川立は 180mm、天外は主パンよりも薄い 50mm で、条約型重巡洋艦への防御程度レベルであった。水雷防御も水線武装甲は水面下のわずかな高さまで覆うものでしかなく、水雷防御隔壁はざっくりとした二層式で他国の重厚な水雷防御に比べると見劣りのするものであった。 同時期の設計された P 級装甲艦の指揮艦は、航続性能を重視して、満式にサイクルディーゼル機関12機3軸、推進であったが、本級は手法主力戦艦並みとして防御力も、対8インチ防御としたために、艦型が肥大化して、条約型戦艦に匹敵する3万トン台になって、しまったために、ディーゼル機関は4機で1組として8機で、 原則に軸で巡航用推進とし、新たに、中央部に高速航行需要のワーグナー式、重油線昇降温水管下に4機とギアードタービン1機、1軸を追加して3軸推進とした。すべて、第二次世界大戦勃発後に建造中止。ありがとうございます。